ゆめの寝ちゃったんすね。寝ちゃいました。残念。水島アリスちゃんが来てくれました。よいしょ、皆さん拍手。えいえー、ありがとう。アリスちゃんいる？お部屋今？あ、そうそうそう、部屋に避難して。え、普段は今で母親と二人で寝てるんで。はいはい、あのさ、いつもかわいい、それ。なんかツイッターとかで、なんかその差し入れとかをぶわーって置いてある部屋ってことだよね。あ、そう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 だよね。だからベッドの上にこう全部だからベッドの上にいるんですけど、そうだよ、ね、でベッドシーツがないんですよ。ああ、だから差し入れがぶわって置いてあるっていう。そう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 、すごい。いや、今日ありがとうね。いいベッドなんですけど、なんか本当に嬉しい。いやいや、あ、アリちゃんでもなんか来たんだっけ。あ、セクパラには来てたよね。セクパラとか。ああ、そう、セクパラで来たんだ。そう、だから記憶がないけど。そうですね、だいぶ酔ってらっしゃいましたね、あの時は。そうですね、みんな記憶なかったですよね。やばいね、それ。こういうイベントですからね。アリちゃん、最近どうしてんの、家で。ニート。ニート？自宅経営してます。え、さ、あれだよね、あの、アイドルライブとかも行けないもんね。いつもほら、行ってる。あ、そう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 。じゃ本当にずっと家にいるの？うん、あんま都内も行ってないですね。そうだよね。え、撮影とか、うん、ああ、今日そうで。あ、撮影来たんだ。ちょうどメイクしてて、そう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 。なるほど。ゴロゴロして。こんなにさ、ライブ してないことなんだなってさ、ね、なくない？確かに。ねえ、おかしいよね。振りとか忘れちゃうよね、きっと。忘れない。いや、私もそれがめっちゃ怖くて。そうだよね。ねえ。なんかさ、あんなに毎月歌ったり踊ったりとかしたからさ、ね、アリちゃんこのさ、このメジャーってなんかこう箱かなんかに置いてんの？あ、そう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 、置くとこなくて。メジャーっていうなんかがすげえアップデートしてる。全部持って帰って全部取っといたわ。あ、本当だ。そう。あれだよね、それお誕生日の時の？あ、そう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 。マシュマロのやつも全部持って帰って。うん。あとさ、え、今さ、いつも毎週やつで撮影会っていうか、なんかあの店舗イベントとかどうなってるの？全部中止？あ、あれももうなくなりましたね。そうそうそう。なくなったっていうか中止かな？そうそうそう。っていうかさ、あれが大変だよね。皆さんのなんかお給料事情とかさ。あ、ビール飲むの、ね、ビール飲むの、いいな。乾杯しましょうよ。乾杯。乾杯。乾杯しましょう。私らも飲みますわ。じゃあ、水島アリスちゃん来てくれました。皆さんも、今38分ですか。これからパーティー、パーティー始まります。じゃあリーダーから乾杯。お願い、乾杯の発声お願いします。はい、じゃあみんな、コロナに負けず、頑張ろうぜ。乾杯。乾杯。嬉しいな、アリスさんに会えた。久々に。めっちゃ久々ですね。本当だよ、なんかさ、こんなに会ってないことないからさ、寂しいよ。山田さんもこの時間に YouTube やってくれると出れます。そうだよ、この時間に、ね、もうこの時間にしよう、今後。この時間にしよう。この時間にしようよ。そうしよう。厳しいな。そうですね、毎回僕らもう夜またぐのもう決定でやるしかないですもんね、これ。そうですね。すごい。なんかさ、こう我々さ、本当みんなと会えないからこんなことばっかりしてるんだもん。誰が言うの？10時間経過したって。我々に出させといてこんなこと。10時間経過したって。何が？はい、10時間経過ですね。あ、本当だ。あ、本当だ。あ、でもすごいね、10時間来たのなんかすごくないですか？そこまで早いなと思いましたけど。待って待って、早いか。そしたらまだあと14時間あるってことだよね。いや、まあでもすごいけど、取り返し起きてない。やべえ。これひどいよ。でもここ数時間なんかやっぱりオンラインで皆さん出てくれてるおかげで早くないですか、時間が。そう、アリスちゃんはちょっと寝るまでいてほしいな、一緒に。もう寝落ちしてるところまでね。リーダー、リーダー14時間いけます。リーダーやべえ、それは。いや、もうだって僕ら4人の絵写すよりも、アリクちゃんの寝顔写ってる方が多分視聴数が稼げると思うんで。あとレアだし、うん、そっちの方が多分みんなね、本当嬉しいわ。いや、あれなんだね、やっぱ発泡酒じゃなくてちゃんとしたビール飲む派なんだね。晩酒坊ね。あー、発泡酒あんま飲まないっすね。さすが、さ
さすが。こういうとこいいんだ。僕らに第3のビールでもやったのに。第3のビールって何ですか？なんだっけ？あ、第3のビールはね、豆とかから作ってるんですよ。豆から作ってるって。安いんですよ。へぇ、はい、リキュール系だ。はい。我々庶民の味方ですよ。第3のビール。アリちゃん、最近なんかさ、最近こう、じゃあさ、今アイドルとか会えないじゃない？自分の推しとかさ。会えないっすね。あれ、ときめきとかどうしてる？ときめき、なんだそのざっくりした質問は。ときめきどうしてるって。なんか43のやつが聞くことがない、それ。初めて聞いた日本語ですよね。ときめきどうしてるって。いやでもいいっすね、ときめきどうしてるんだ。いいっすね、いい質問だな。確かによく考えたら、アリさんとさ、去年岐阜行った時すげえ楽しくて。はい。いや、そうね。いやライブができないからな。そうなんだ、そうなんだ。からこれ作ろうとしてた、やろうとしたことはマジで全部できない今本当に、うん、じゃあ、あのときめきリクエストね。ときめきリクエストね。あ、そうそう、さっきからあの萌えシチュエーションをやってるんですよ。ほう。あ、それアリスさんがやってくれるかどうかわかんないですか、ね、いや、もちろんもちろん、それはもう強制はできないんで。うちのリーダーはそんな、はい、やんないかもしれない、はい、でちょっとせっかくあのアイドルの話が出たんで。可愛 い, いな、うん、アリスちゃん分かってんな、やっぱ。確かに、表情が可愛いですよね。画角を、画角を探してるんですよ、さっきから。いや、でもどの画角も可愛いですよ。大丈夫ですよ。難しい、これ。どの画角も可愛い。本当。で、その、彼氏とアイドルライブに行きましたと。おー。ね、シチュエーションはですよ。彼氏とアイドルライブに行きましたと。ないや。いや、まあ、それあくまでこれシチュエーションなんで、はい、想像を働かせてもらわないと。はい。で、その彼氏がこのライブ中、これね、楽しく見てるときにボソッと言うんですね。いや、でもやっぱりアイドルよりもお前の方が可愛いなって。漫談家ですね。おお。はい。それ言われたときにちょっとアリコちゃんはどう返すのかなと。ね、ちょっと彼氏がやっぱりカッコつけたわけですよ。ね、アイドル見てて、あ、でもやっぱりお前の方が可愛いなって言ったとき、言われたとき、さあどう返すかというシチュエーションでやらせてもらいたいんですよ。私得意じゃないそういうの。いや、これはやっぱり得意だと思います。イズキックスバーシュマイだと、はい、もうやっぱり、はい、来てますから。もうコメントでも早く聞きたいが来てますから。もう大丈夫ですか。準備できてます。先にあのアスミが一応例見せることもできますけど、どうします。オッケー、大丈夫。あ、いける。よし、じゃあちょっと阻止した。はい。いくよ。いきますよ。はい、じゃあ用意、はい、キュー。やっぱアイドルよりお前の方が可愛いな。推しよりも私の方が可愛い。返してあげてよ。え、ちょっとちょっとトーク、はい、あ、そうだ、もう全然なんかもうやっぱ近くにいるお前の方が全然可愛い。へえ、そっか。次。可愛い。ちなみにあれですか、アリコちゃんの家にはさっきもそんな質問になったんですけど、コスプレとかはあったりするんですか？へい。で、音そこからのやつでいけますよ。うん、いけると思います。大丈夫ですかね？声聞こえてますか？うん。ああ、戻りました。よかった。可愛くなりました。よかった。ユニが可愛くなった。よかった。危ないとこでしたね。なんか、LINE の方が明るいんですね。なになに？ LINE の方が明るく映るんですね。あ、本当？うん。なんかでもね、こう、回線っていうか、回線のあれで、ズームの方が、絵自体の。軽いっすよね。へー、そうなんや。でもちゃんと映ってますよ、今は。大丈夫です。今でも相当ちゃんと映ってるし、なんか大きく映ってる。ほんとだ、めっちゃ映ってる、うん、全体の絵でいいんです。いいんですよ、みんなの、みんなので。え、アリスちゃん、アリスちゃんに喋ってもらいたい。だからちょっと質問なんですけど、さっきの続きになるんですけど、お家にコスプレとかってなんかありますか、衣装。
あ、コスプレ？はい。コスプレいっぱいあります。おお、なんかちょっとどうだろう、アニメ系ですか？まず。あ、アニメ系はいっぱいあります。はい。職業系もあります？職業系あんまないな。あ、職業系あんまないってことはゼロじゃないですね、これは。メイドとかぐらいだったら。ああ、なるほどなるほど、メイドさんね、はいはい。うん、例えばナースとか。あー、ナースないな。キャビンアテンダントあたりとか、不景さんとかないですか？ないな、犬耳とか。あー、はい、犬耳メイドですね、あとアニメ、はいはい、いいですね。あとエッチなレースのやつとかね。エッチなレースのやつ、ちょっと具体的にもらっていいですか、それ。どのようなエッチなレースですか、それは。ちょっと乳首が透けそうな、もはや透けてるんじゃないかみたいな。なるほど、ちなみにそれ今着替えてもらうことは可能ですか？YouTube ダメですか？18禁になっちゃう。先に僕出すんですけど、先に僕出しますけど。一回僕は後とかにダメなんでしたっけ、これ YouTube ダメなんでしたっけ。男だけでもダメなんですよ。あ、そうなんですか？おー、ね、江頭さん待ってる。そうですね。あー、確かにやってた。あ、そうなんだ。じゃあナイトさんもスクミテになればいいんじゃないですか？あー、確かに。確かに需要あるからそれ。スクミテいっぱいあるし。ナイトさんのスクミテ、あ、ごめんなさい、水キックスだ。はい、そう、あ、そう、危ないよ。水気をつけてよ。水キックスになる。水キックスの水キックスだ。水キックス。だいぶもう、ほんとね、今どこも行けないもんね。そうですね。ねえ、そう。全部中止になっちゃった。いや、本当だよ。浜田さんも出すぞって言って。でもさ、出して。やっぱ青組出してくれる。帰らせたくぞ。できないのがすごいよね。ずっと。ああね。かわいそう本当に。カニも卒業もできてないですもんね、今。そう。だからそう、ね、みんなとのなんか練習とかも全くできないですね。何もできないよね。なんかタイミングがね、ちょうど悪かったですよね。いいよね。うん。でも会えない時間が愛深めるって言いますもんね。そうですね。あ、急にやるのかとか。みんな覚えててね。ピエンピエン。本当だよ。え、お酒は家で飲むの？飲むかな。最近飲んでなかったけど。え、最近は家で何してるんですか？休みが多くなってると思うんですけど、なんかスペックずっと見てました。ああ、そう、ドラマ、はい、そうそう、親と永遠とスペック見て。へえ、じゃあもうずっと、え、飲みに行ったりとかもできないもんね、別に。飲み屋さんないし。そうだよね、閉まってますもんね、店が。田舎にそもそもないの。そっか、そうそうそう。え、あのさ、アリスさんにオンラインイベントとか出て、オンライン配信とか出てもらうとしたら、この時間帯がいいんだよね、YouTube たちね。そうそうそう。でもいけんじゃない？だって、もうこの時間でも、だってさっきから面白いね。チーム水色人たちが集まってきてるわけだから。今何人ですか、見てるの？今30人見てますよ。すごいよ、アリスちゃん。一時期10代まで減った10代まで減った視聴者が30まで戻ってきてますから。アリスちゃんパワーすげえな。あらかじめ告知してたら絶対もっと見てくれると思うんですよ。午前3時のマリンボ配信、うん、いいじゃないですか。やっぱアズママの水着が見たいんですよ。違う。いや、まあ確かにそれ5人ぐらいそういうので集まってる人もいますから。はい、スクミズマッチみたいな、うん、それね、多分ね、悪ふざけですよ。そうですね、視聴者の悪ふざけです。何やってんだろうなって感じですよね。大友さん死んじゃいました？あれ、あ、そうだ、大友さんね、そうだ、あゆこちゃんの応援メッセージを待って走ってたら、もうね、忘れてたわ、大友さん。大友さん、アリスちゃん、もしだったら大友になんか一言をあげてもらってもいいですか？あ、あの、じゃあワイプに出ましたんで、ちょっとあの、お願いがあるんですけど、はい、マラソンランナーの彼氏にマネージャーなんじゃないさっき。え、マネージャー。あ、そうですね、じゃあ陸上部の、あ、聞こえてるかな？はい、陸上部の、まあ、好きな男子を沿道から応援するマネージャーだと思って、
部活のマネージャーねだと思ってちょっとその沿道からの声援を届けてほしいんですよ。沿道からの声援、そうめっちゃ遠い、まだ付き合ってはないんだけどお互いなんとなくもう好きなのは分かってるんだけどまだ告白はできてない、でも多分これ完走したら告白あるなみたいな、そのぐらいの、はいはいはい、この後分かりますかねこのぐらいのニュアンス。目覚まし、はい、でも沿道なんでそんなに長くはないんですよ。あ、走り過ぎ去る、はい、走り過ぎ去るんで、まあ、二言三言だと思うんですけど、あ、わかりました、お、来た来た来た、やっぱさすがね、頭の回転が早いんですよやっぱりアリコちゃんは。オッケー、はい、じゃあいいですか、はい、大友さん準備できてるかな、オッケーだね、走り出した、はい、走り出してます大友さん、じゃあアリコちゃんお願いします、いきます、送りました、かわいい、なんて言ったんですか、送りました、これ願ってから送りましたって、あー願ってたわけですね、届いてんじゃない、これこっちにも届いたな今の、あーいやめちゃくちゃ速くなったな、さっきまでもう走れないっつってたのに、申し訳ないけど今日はもう無理ですわって言ってたのに、優しい、これ多分大友さん次のイベントでこれシャンパン入れるな、これ店長からアリコちゃんにシャンパン入りますね、これは店長からシャンパン入ります、はい、店長からのシャンパンパターンありますよこれは。いや早くシャンパンとかね、そういうの言えるようになりたいですよね、いや確かにね、シャンパンとかね、シャンパンティーとかやりたいよね、あ今年のピフあったらいいよね、アリスちゃんねえ、でもないのかね、やっぱ、でも秋口ぐらいにあるんじゃなかったでしたっけ、いや当初はねオリンピックがあったらその夏の時期をずらして10月とかにやるって言ったけど、ティフ、はいはい、東京アジアフェスティバル、ちょっともう分かんないですもんね、楽しいな、ねえ、アリちゃん何回目なんだっけ、もし今年あったら、3回、2回目、3回目じゃん、3回目ですかね、3回目だよ、次あったら3回目ですよね、そうだね、うん、へぇー、岐阜あったらもうそんないるんか、だってエナメルの衣装でしょ、サンデラの、そうですね、で次はチェックでしょ、マスクチェックチェックじゃないよ、あんだよ18ライブのやつだ、あれ18ライブの、あーそうだよ、あと2回じゃないですか、2回でしょ、で次あったら3回目、あ、そうです、そうだよね、え、アリちゃん、音楽何聴いてるんですか、音楽なんか最近ラストアイドルの曲をよくなんか聴くんですけど、あはいはいはい、ね、最近ね、すごいっすよね、とかでもすごいかかってて、うん、でもあれだ、すごいね、耳に残るフレーズだから売れてほしいな、みたいな、今おすすめ誰ですか、音楽アイドル、おすすめ一番聴いてるんですか、誰だ、私今ちょっとだけ、はい、アニメに浮気してて、何の、キプロスマイクめっちゃ聴いてて、あのラップのやつ、そうそうそうです声優さんが組んでる、でもあれめちゃめちゃいいって言うとめっちゃいいですよね、そう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 、ひろみのシャンパンコールがいいんで聞いてください、なんのなんだっけ、ひふみのシャンパンコールとかがいいんで、ひふみっていうキャラクター、そうそうそう、じゃあちょっとそれ やってもらいたりできる、むちゃぶりすぎる、誰よりもキラーパスだ人のこと言えないな、夜中だシャンパンコールで、ね、体験してみたいですよねそうだね、ほんとそうだよね、課金したことないや、課金の日々に戻りたいよ、ほんととんでもないこと言うな、とんでもないこと言うな、それは課金が飛び交う、課金の日々だったらファンの人ですからねあなたじゃないですよ、課金してたのは、まあ、あと安定で日向坂かなっていう、ああ日向坂かな、最近多いのは、でもさっきのじゃないですけど、やっぱオンライン飲みとかやったら楽しそうですけどね、アリちゃんとやったらもう飲んじゃいますね、ね、本当に、はい、飲んじゃいそう、聞いてよみたいな、はい、
んなもやってほしいそうですけどね、まあ、なかなか難しいですかね、やっぱり。なんかやってる？なんかそのつないでさ、こう、オンライン飲みみたいな。仲良い、仲良しの子とか。この間、ゴミ箱のことをやったかな。バジロク？初めて？なんだっけ、バジロクって。え、バジロク？大学を怒ってたんですか？バジロクって何だっけ？バジロク急に一文字も合ってない単語が出てきましたけど。いや、あれかと思ったのよ。なんかバジリスクみたいな。いや、バジリスクありますね。そうそうそう、バジリスクタイム。そうか、そういう単語だと思った。大学です。大学改定始まっちゃうじゃないですか。で、大友さん、なんか一個だけ質問いいですよ、聞きたいこと。え、大友さんに質問？大友さんが質問させてもらっていいですか？あ、大友さんが質問か。はい。そうですね、大友さんへの質問は多分ないですよね。いや、それももらいましょうよ。いやいやいや、それももらえないでしょ、大友さんに質問することなんて。俺たちだって一個もないんだからな。限界かどうかっていうことしか。今期のおすすめのアニメは何ですか？あ、じゃあ、まあ、先に質問が来ちゃったんです、すみません。なんでも質問じゃないです。ありんこちゃんのおかげで 2.5 キロ進みました。おーおーおー、限界から 2.5 キロ。今期おすすめの、おすすめのアニメを。はい、ありんこちゃんから今期おすすめのアニメ何ですかって聞いてますよ。今期おすすめのアニメ。すごい真面目に考えてますね。あー、お客さんもみんなパチパチしてくれてる。前期だったら井戸なんだけど。井戸、前期だったら井戸なんだけどっていう。何それ、マニアックなアニメでしたね、これはまた。ちょっと、はい、アリンコちゃんに聞いてみましょう。井戸、え、前期、はい、これ今の全部のタイトル。そうっす、多分そうっすね。あー、分かった分かった。前期、前期だったら、あ、なるほど、前期だったら、あ、井戸ね、はいはい、ありました、ありました。英語の名前なんですかな。井戸、そうです、そうです、そうです。井戸インビデッドって感じ。はい、そうです、そうです、そうです、あります、あります、はい、あー、それだ、それだ。あの、なんかさ、もうその犯罪者の心理の中に入り込むみたいな、うん、で逮捕するみたいな。ここはやっぱりアイドルの番組だから、推しぶどう感って、推しぶどうって言ってほしかった。あー、期待に応えられなかった。あつちゃんの、はい、不正解です。これ不正解ですよ。走るしかないわ。走るしかないよ、男さん。それはもう股関節の、確かにそれはそうだよ。あ、ね、本当にさ、マシュマロも武道館に行こうと思ってたこともあったからね。いや、こともあったじゃん、諦めないでくださいよ。そうせ、諦めない。まだこれからでしょうよ。過去にされてる。いやいやいや、行きましょうよ。行くよ、こだからね、武道館でやればソーシャルディスタンスすごい保てるじゃないですか。はいはい、だから、あ、この時期こそ武道館行けばいいんじゃないですか。そうだね。うん、あとあれだ、東京新聞ともつながってるから、はあ、ミラクル、これ確かに。だからもうファンのために、どうしてもライブを見たいファンのために、私このでっかい会場借りましたっつって武道館でライブやるのどうですか、これ。いいね、ソーシャルディスタンスね。そう、どうです、これ家よりもソーシャルディスタンス保ってるでしょっつってやるのどうですか。いいと思う、やりたい。だからもうアリーナも10人ぐらいでスタンド30人ぐらいで、もうこの相当席の間隔上げてやりましょうよ、みんなで。すき焼きで武道館行けばいいじゃないですか。ああ、確かに4グループで、ね、はい、5グループでね、5グループ。楽しいね、やれたらね。そんなのやりたかったんですよ、本当に。アリスさんも4月30のあれ出てくれる予定だったんで、すき焼きのイベントですね、1回目。あれ、これすき焼きミュージック発足してから1回もこの女優さんでのなんか配信とかもできてないんでしたっけ。あ、あのね、ギリギリメイキッド の、はい、その練習の時とかにやってるけど、はい、全員女優さん集めたイベントが何もやれてないですよ。ああ、そういうことか。イベントはないですね。だから発足した途端にコロナなんで、ちょっとうちらが気になる。アリスちゃんのさ、可愛い一番渋いの CM みたいなさ、はい、一番渋いの CM、 いや、これ本当にそうよ。この家の姿が見れることなんてないですからね。いいよね、ないない、はい、キリンが来る。めちゃめちゃ可愛いですよ、今この瞬間。わ、褒められた。これちょっと僕またあの、あれですね、弟の方ですけど、これチェキ10枚ありますね、ここ、はい、復活後チェキ10枚がありますみんなの前で弟ですよ、弟とか弟ですよ、やめてください。あいつはやっぱりそれはもう MC でやってますからなんですけど、弟の方がやっぱりチェキ取りに行きますよ。やっぱ MC もなかなかね、あれですよね。でもやっぱ推しあるんですね、やっぱ。はい、推しとかあるんですよ。推しあるんですか。推しとかや別にないですけどね。そうですよね、はい、素直になれない素直になれない
慣れないとかじゃないですけど、でもあれですね、あのこれ言っちゃっていいのかあるんですけど、レモンの YouTube チャンネルは、はい、あの見てます。惜しいやん。いやいやいや、惜しいとかじゃない。ただ他の人 YouTube やってないですよね、多分。やってない。やってない。そう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 。なんか毎晩見るのにちょうどいいんですよね、なんか。だんだんちゃん。めっちゃ見てるやん。なんか一応あれ更新されてるかなって毎日ちょっと確認だけはしてた。めっちゃ見てる。いや、押しとかじゃないぞ、押しとかじゃないぞ。テストに行けよ。いやいやいや、押しとかじゃないぞ、押しとかじゃない。リーダーいつも何時に寝てんの？とりあえず暴れん坊将軍の音が聞こえてきたら寝てるみたいな。あれ朝何時ぐらい？4時ぐらい？4時ぐらいかな。暴れん坊将軍やってんすか？いや、やってます、はい、ね、確かにやってる。朝のもうほんと4時とか5時ぐらいの早い時間にジジイとか暴れん坊将軍って流れてるやばい。ジジイババアが起きる時間に合わせてるっていう。いや、あとあれ、おはようか。はい、だいたいソファーで寝て起きる時間がそうなっちゃうんですよ。うわーって。いや、ソファーで寝てるんすか？寝ちゃうんですよ。え、あの海岸を馬で走ってくるやつさ。そうそうそう、ま、やってんだテレビで。好きなんですか？いや、未だにやってんだと思ってる。あれさ、暴れん坊将軍じゃ見ないんだよね。じゃ見ないですね。でも翔平が好きで、昼間は あれ必殺仕事人だっけ。はい、あれが毎回毎日流れてますね。結構エロいシーンあるよね。ああ、だいたい YouTube 出てきますよね。そうなんだよね。だからあれ、そんなに仕事には多分エロくはないんですよ。そうだ、お仕事できてないよ。ねえ、また行きそうだ。ねえ、4人がバラエティできるようになってほしいという願いがスピンがあると。勉強の場としたいというそういう話でね。いやでも例えばあいこちゃんとかはなんか質問とかね、毎回あの例えばイベントごとの時にこのイベントの時何してましたとか、やっぱ質問必ずやるじゃないですか。うんうん、大体あいこちゃん考えてきてくれるんですよね。まあこれは全然悪くとかじゃないですよ。あいこちゃん考えてきてくれるじゃないですか。で大体その次ベリーの話になると、まあ大体ベリーは家で一人でいますよね。大体ね、このイベントごとも大体一人でベリーはいらっしゃる。で、レモンとカシスは二人で火鍋行ってるじゃないですか。確かに。これあのね、クリスマスに聞いても正月に聞いてもバレンタインって聞いても何の時でも火鍋行ってるぞ、あの二人。せめてもうちょっと別なもん食ってほしいなって僕はね。親心ですよこれは、はい、トークうんぬんじゃなくてやっぱ健康的にもうちょっと食べてほしいっていうね。ごめん、ちょっとさ、はい、そういう気持ちはあるね。だけどそうやっぱそう、ね、僕はそれについて突っ込み始めると長くなっちゃうじゃないですか。やっぱりね、メンバーが喋ってる量よりも僕が喋る量が多くなっちゃうから、今ぐらいの尺使うわけですから。そう、はい、一個一個細くやっていかなきゃいけないから。だって掘り始めたらだってとんでもないんだから。これはさ、ちょっと私とマシュマロ会議ですよ。いや、そうですよ、それはもう、はい、どんだけ火鍋行くんだと。ちょっとそろそろ火鍋から離れないって話はせめてしてもらわないとね。うん、だって掘られずにスルーするじゃないですか。いやだから、はい、声来ないんでね、跳ね返って来ないんで、やっぱりちょっとそのこれ以上ここ掘ってもないなっていうのがやっぱ見えちゃうから。かといって僕一人で喋り始めたらやっぱり僕メインじゃないんでね。これはいい機会でしたね。そこはやっぱあるんですよね。で、兄が言ってましたってことですか？兄が言ってた。僕は思ってじゃないですよ、兄がそう言ってた。飲んだ時にね。もう4時だね。もう4時になりましたよ。暴れん坊将軍だ。あ、暴れん坊将軍が始まっちゃいますよ。あいちゃんってさ、あれ犬とかいたじゃん。犬。あ、いますよ。犬はこの時間寝てんの？うん、ずっと寝てる。そうなんだ。犬見たかった。おばあちゃん。あ、おばあちゃんなんだ。そう、犬見たいっすか？見たい。ねえ。いや、見たいっすけど、多分アズピーだけなんですけどね。いや、こんにちは。わ、ちょっとだけ。わあ、かわいい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。何犬ですか？ハピオンですか？ハピオンね。そうなんです。ああ、かわいい。かわいい。おばあちゃん。若く見える。うん、全然アズピーより若く見えますよ。
ません、ちょっと。ちょっと耳の感じますね。うん、アズピーの髪型と今ほぼ一緒ですよ。起こしちゃったらごめんなさい。いい匂いしてる。はい、バイバイ。おやすみ。おやすみ。犬なのにニャンニャンって助けたけど、あずみワンワンでお願いします、そこは。まあ、ちょっとトークしてればいい。あ、分かる、じゃあアリスちゃんとマシマの曲歌いたい。じゃあ、いや、アリスちゃんが歌わないんですけど、アリスちゃんとってなると、だってこんなアズピーの歌が聞かなきゃいけないんですか、これ。いいじゃん。いやいや、よくないよ、それは。だって見てる人はアリコちゃんの歌聞きたいんだから。なんでやねん。これちょっと軽く口ずさむぐらいはできるのかな。だってやっぱライブを全然見てないからね、この視聴者の人はやっぱりちょっとライブ感覚でも、アイビーお兄ちゃんを2人で歌う。いや、家族から1人で歌わせたら歌えないかな、それは。なんでそんなに。じゃあ4人で歌った方がいいんじゃない。そうそう、これでいいんだよ。違う、これはね、僕らがね、歌いたくないって話じゃないの。これも視聴者の人が、僕は視聴者の声を代弁してるんですよ、これは。視聴者の人が、ね、だって私のパートしかわかんないもん。あ、分かった、じゃあ私違う人のパート歌うわ。じゃあ一応やるだけやってみますか。あとインストかけれるわ、そういえば。はいはいはい。一せのせ、あいうえお兄ちゃん。できない。こっち向いてラララララ。いや、グダグダ再び。いや、でもね、野松さん、かわいいっすわ、これ。画面を見てるんですけど、ずっとかわいいですわ、これ、確かに。大丈夫だな、これ。私、合わせるから。はい、いや、正直、アスピンなくていいんだけど、うん、いや、消したいんですけど、消えないんだもん。いや、違う、歌の話です。歌の話よ。なんで歌は私いいでしょになってんすか。そうですね。違うのよ、はい、画像はアスピンの歌いらねえっつってんだから、ちょっと。分かったよ。確かに歌えなくなっちゃうからさ。確かにね、みんなで歌おうよ。じゃあやっぱりアスピー欲しいっすわ。アリクちゃん歌ってくれるんだら、アスピーがあった方がいいわ。じゃあ石垣くんも歌えるとこ歌ったらあったら。あ、ゆめお兄ちゃんだけね。あ、いいですよ。はい、行きましょう。じゃあ一番をワンコーラス。歌詞が分かんないみたいな。手拍子とかあった方がいい。あ、手拍子できますか。はい、行きましょう。いっせーのーせ、あいうえお兄ちゃん、こっち向いて、チャラララ、ラチャチャチャラチャチャ。ベッドの下にコンビニのエッチな雑誌隠してるの。あ、セリフ部分ですね。私誰か。なんだっけ。私こそ見ちゃった。チャチャチャ。おはよう。やばいな、これは。しないふりしてもんもんもん、パジャマのもん。いや、アスピしか歌ってないじゃん。アフアフ、それなりに形になってる。あ、アリスさんじゃないの、ここ。違いますよ。キンコンカン、チャイムが鳴ってる、あっちゃっちゃ、またまたお預け、体がほてりまじゅ。ちょびりこ悪魔甘えんぼ、いつでもぴったりベタベタイチャイチャしたいの。マシュマロ、あいうえお兄ちゃん、初めてを早く奪って、ズキュン、チリまっすぐ教えてるね。あ、でも良かった。最高じゃない。これ盛り上がってますもん、コメント欄も。やるよ、これ。可愛いってなってますか。これとすき焼きミュージックじゃん。確かに。まあ、今の文明ではこれが限界ですよ。そうですね。はい。え、あとじゃあアリさん、まだ歌いたい歌。これはセリフ部分あるじゃないですか。パチパチセリフ部分4人分あるじゃないですか、はいはいはい、これ今回だけちょっとあのアリスちゃんに全部よ言ってもらうってダメですか。え、覚えてないですか、セリフ。そうだよ、あゆお兄ちゃんのさ冒頭のセリフあるじゃん。ああ、このセリフ部分だけちょっと4人とも。ねえお兄ちゃん、私知ってるんだけど、ね、ベッドの下にコンビニのエッチな雑誌隠してるの。全部やっちゃいます。それはアリクちゃんの部分ですよ。他のメンバーの部分もちょっと言ってもらう。
っていう特徴じゃないですか。いや、アリス先生できますよ。じゃあ行きましょう。行きますか。はい、行きます。冒頭のセリフ行きます。はい、お願いします。ねえねえお兄ちゃん、私知ってるんだからね。ベッドの下にコンビニのエッチな話隠してんの。私こっそり見ちゃった。最後のはベリーのモノマネです。あやるな、よかった、さすがです。ベリーのこっそり見ちゃった、私結構好きなんですよ、ね、なるほどね。わかる。ちょっとためながら言ってくれるよね。そう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 、私も好きです。うん、やっぱほらね、オリジナル曲を持ってるとこういう、いや、いいですね、確かに。あ、コメント欄も素晴らしいとかヒューヒューとかかわいいぞとか、これやろう。すき焼きミュージック、これいけますね、確かに。やりたい、うん、全曲今から歌う、まあ、負担だけ。いやいや、全曲じゃあり。こちゃんの負担でかくないですか。大丈夫だよ。なんか私たちに歌のリクエストあったら2人で歌います、今なら。いや、マスワロの曲で。あれ、なんかなんだっけ、僕あれ好きなんですよ、あの4人が変わる変わるセリフになっちゃう、あれゼロでしたっけ、違うな、4人が変わる変わるセリフ、4人ゾッコンジラシーですか。ゾッコンジラシーか。あれですか。あそこ好きなんですよね。あ、アリスさんのあそこめちゃめちゃかっこいいじゃん。ね、かっこいいですよね。そう、そう、あそこにパッて1個引っ張り、あれはライブでしか味わえないやつじゃないですか。いや、確かにね、あの迫力は、あそこの人は本当に確かにかっこいいですよね、ゾッコンはね。そう、でもそれこそあの、何もできないの悲しいっすね。本当ですよ。じゃあ続行でやつ歌っときます。いけますか。うん、オッケー。じゃあどうします。これは今一人でやってくれます。これは1番から。え、私もできない。1番から歌う。あ、1番から歌うんすか。がっつりやるの、あんま叩いてなってんじゃないですか。カラオケかなんかと感じないでしょ。まあカラオケ最近やってないですから、ね、いけないからね、カラオケも。だスナックアリンコやりましょうか、今度ね。いいね。終わった後。ああ、やりたい、うん。だからその、コロナが。あ、大人さんがめっちゃパチパチ言ってるよ。大人さん来るな、これ見に来るな、多分。店長としてじゃなくて。スナックアリンコ多分来ますね、これは。あ、な、書いてくれてるよ。あ、書いてくれてる。おう。メロディーはわかる？あ、メロディーはわかりますよ。いや、スナックアリンコいいな。スナックは結構やりたいですね。いいですよね、なんか本当。だからスナックアリンコ、アリンコのママになってもらって、スナックの結構お通しで煮物とかが出てくる。あー、いいですね。ちゃんとみんな書いてくれてる、ありがとうございます、うん、すごい。なんか女優さんとかもちょっと呼んで、そこのね、スナックでカラオケある体でちょっと歌ってもらったりとかしながら、みんなお酒飲んで喋ってみたいな。めっちゃ楽しそう。いいですよね。ね、うん、あれ、こちゃん喋るのが上手いから、だからいけると思いますよ、これ。MC とか回してもらって。喋るの上手いって褒められた。ママ。いけるんじゃないですか、これ。ママになってもらって。これいいな、見えたら。これ、また大友さんにこれ。オンラインでもね、やってもいいんですけど。まあ、オンラインでもね、やれたらいいですけどね。スナックありの超やってほしい。あ、やってほしい。で、これ多分また、あの、チーム水色の方たちが、また100万ぐらい集めてくれる。で、これで、100万イベントがもう2つできましたから、これで。そうですね。これでもう、はい、今やっぱりこの赤字赤字のレフカードですけども、はい、すぐに取り返せますから、これで。そうそう、2日で200万です。2日で200万の売り上げですから。もう狂月を薄めて薄めて。薄い狂月ね。薄い狂月。うん。それは原価も削減。どういう気持ちで歌詞作ったんですか。あ、なんだろうな、なんか、そうですね、なんか私空想とかで書けないので。え、実体験。実体験ですか、じゃあ。ラットウィンプスじゃないですか。世界でお前だけって私を選んでよって。あれでした。そんな恋をしてたんですか、あそこは。これね、一個だけ思いついたのがあれでした。結構みんながさ、お客さんが結構チェキの列とかすごい並んでる様子とか見てて、なんかこうみんなのとこにこう、別に DD の人が悪いっていうわけじゃないんですけど、まあね、なんかすごい一人ずつをすごい強調させてみたいなと思って。ああ、なるほどね。まあだからそので隣のレーンに並んでる方とかに対しても私だけ見てよみたいな、相手の気持ちを歌ったみたいなことですよね。そうだ、そうです。はい、そう、いや、まあ、確かにありますよね。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。続行皆さん、もう二度と見られない二度と見られない4人でのコラボですよ、皆さん。マシュマロ3、はい、マイナスがマイナス3が
マイナス3かお送りする。大友くんにも、大友くんにも届け。大友くんも、はい、大丈夫ですか。で、あれですよ、あれでしょ、で、沼田さんが浮気なあなたをで、締めるでしょ。え、浮気なあなたは何、その後何が続くの。浮気なあなたを縛りたい。いや、わかんない。もうリズムが分かってないから沼田さんはもう。そこ最後リーダー。そう、最後リーダーじゃないから、そこ。それがいいと思います。はい、これも二度と見られないマシュマロ 3D。マシュマロ 3D マイナス3でやりましょう。マシュマロ D だよ。誰もいない。いや、これもうここ見てる人しか見れない。そうですね。奇跡のコラボレーションですから。はい。すき焼きミュージックの。行きましょうよ、じゃあ。1番の。頭が1位からでいいですか。でもセリフのところしか僕らわかんないですから。そうですね。じゃあその最初の方、2人で歌います。はい、行きましょう。じゃあ、お願いします。お願いします。アイスちゃんが。じゃあ前奏から。あ、私そこ歌ってない。じゃあ私からいきます。はい、行ってください。いきます。さっき見てたメールのことはっきりさせて、何でもないわけないこと知ってる私、浮気な心を縛りたい、今すぐに大マジになってくくくく苦しいの、ほんほんほんきよぞこんぜいなし、だいだいだい好きなのにも、あれ違った、なのにちょっとあいあい、ちょっとあい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 が足りなくて、全身全霊で全足。なんだっけ。あれ終わっちゃった。さっきまでの I love you は2番。セリフのところまでちょっと乗っちゃおります。僕ら準備してるの全然来ないんですけど、そこは2人でやってくんないと。2番もじゃあもう歌ってくださいか。早くセリフ欲しいですから。じゃあ行きますよ、さっきの。さっきまでの I love you は本当に本気、あっちこっちで言えちゃうこと知ってる私、ふだちな唇奪いたい、まあ、ここで大大大嫌い、あれ大なんだっけ、推進忘れた。大大大嫌いなんだっけ、まず、まずになってたと思う。ああ、もういい、まずいい、もうセリフとか持ってたよ。もうみんなそれで待ってんだから。マジになってる。ああ、ほん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 きよぞこんぜなし、ないないだいだいだい好き、だからもっとぎゅっ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 と抱きしめて、全然いいね、ジェラシー。来るよ来るよ。世界でお前だけって私を選べよ、私じゃなきゃダメだって目を見て聞かせてよ。あの子のどこがいいの、チャラチャラしないでよ。私じゃなきゃダメだって証明してあげる。どうもー、僕たちのマイナス3D マイナス3です。お願いします。ティフネルマ
投げてたじゃないですか。じゃあアリさん負けないでも歌おうか。負けないでも歌おうか。ガンガン歌おうじゃないですか。だってもう私たちアーティストだからさ。いやおお、まあ確かにね、そう、はい、そうなんですよ、こう見えて。まあでもはい、見てる人たちはやっぱりアリコちゃんの歌聞きたいとか。あれさっきもなんか歌ってた、歌ってたんですよ。うちらのテーマソングだよ、今日の。今日の走ってるからね。そう。今日のテーマソングなんだよ。じゃあ歌おう。はい。じゃあ歌おう。大谷さんいいかな。大谷さんもう準備できてますもん。歌おう。はい。歩き始めてるんで大谷さんが。すげえいい配信じゃんこれやっぱ。いやいや、よかった。やっぱこの時間うちら強いね我々。いや、我々が強いんじゃないんですよ。これも完全にアリコちゃんのおかげなんですよ。そうですね。だいなかったらもう今頃もう配信終わってたかもしれない。うん。アリンコ。アリンコ神も降りてきた。そう、それのおかげで視聴者数もこの時間にして増えてるし、やっぱ救われてる。ありがとうございます。もう本当にちょ、じゃあ大友さんの準備ができたらいいかな。歌始まっても。あ、いいですよ、大友さん準備できてます、はい、大丈夫ですよ。マシュマロソーダによる曲げないです、どうぞ。喉時間みたいになっちゃった。ふとした瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき、覚えているでしょう、忘れるからの季節に恋したあの日のように、輝いてるあなたでいてね、負けないね、もう少し大丈夫で走り抜けて、いや、アイリスちゃんのアップみたいな、めっちゃ走ってるよ。心は犬は追いかけて、メガネしてたよ、お父さんが。キューちゃんだ、キューちゃん、高橋のアップ。いや、いったいったいった、すごくない、このここの数時間めちゃめちゃ早くないですか。いや、早いですね。ね、相当早い。僕ら4人しかいなかった時30分も持たなかったね。アリちゃんも1時間以上いてくれてますよ、ね、いや、そう。あ、そうなんか。正直リーダー、まあ、ダメージ大丈夫なの。そう、無理は絶対ですね。5時で閉めるか。ワイは5時でいなくなるか。あ、ありがとうございます。5時まで、ありがとうございます。うん、ありがとう、なんか優しい。だってそう、よく考えたらさっき4時で暴れん坊将軍がって言ってたよ、前から放送したんですよね。暴れん坊将軍3時ぐらいですよ、ね、暴将終わっちゃう。暴将でも本当ソロコンサートみたいなもんですよね。そうっすよ、確かに。あれはもうなまったってよかったな、めちゃめちゃこの時期に。だってもう皆さん感動だとか言ってくれてますもんね。感動した。うん、いてくれればいいんですよ。そう、正直もうこの絵になってるだけでやっぱりみんな見てくれるから、うんうん、それが一番やっぱり。そう、でも赤絵もいいですけどね、全体も。何？全体の絵も。地獄の地獄でしょ。四隅にジジイとババアがいるというか。配信画面の四隅に、おじさんとおばさんが座ってるというこの。真ん中にすら、うん。オセロだったらね、これ勝ちですよ、もう。オセロならもう全部黒になってますよ、これはもう。四つ角取ってんだから、こっちは。ね。そうですね。夜が明けてきたと。あら、うん、夜明けですよ。いやー、ついに来てますね。こっちは地下ですから。そうですね、そうですね、夜明けすら分かんない。ここ地下労働施設なんで、やっぱりね。でもあの、ドアは開けてますから、換気は。そうですね、はい、地下なんで、ちょっとやっぱり日は届かないですからね。アリちゃんのお部屋とかは、日当たりとかはいいの？日当たりは？なかなか、アイドルの日当たり聞くことないですね。アイドルの日当たり気にするってなかなかですね。日当たり悪いですね。日当たり悪いって言われたら、絶対良さそうだ。こんなでっかい窓があるんだもん。まあ、確かにね。あ、でもここあんま来ないんで、私。あ、そうなんだ。ここから生活してないんで。あ、そうか。まあ、先に行きましょうね。そうそうそう。え、アリさんピアノとかは弾けるんだっけ？弾けないです。なんか弾けたらワンチャンやらそうとしてる。弾き語り。いや、なんか、お嬢様っぽい。だから、この5人でバンドとかですよね、だから。あ、いいね。ボーカルアリスちゃんで、あれでも立ち回ってあるじゃないですか。そうだ、いやでもそことは並ばないでしょ、後ろにこの4人いるんだから。だってかぶらないでしょ、そこはファン層が。
ね、何そのって、うん、ファンはあずぴさんのファンしかいない。いやあずぴもファンいるって大丈夫ですよ。ないでも夢、ね、夢のギタースクイズが見たいって言ってるし、夢のギター買ってましたよ。あ、そうなんだ。あーね、すごい。まあ、もともとベースやってる人ですし、ね、バンドでそのたちまちに対抗するないか。いえ、そこに対抗するんですか。宇宙機で潰しちゃったんですか。架空のバンドをさ、それで作るとしないバンド名決めようよ。じゃあ、バンド名ね。そうそう、リーダーがボーカルなんですか。リーダー、まあ、リーダーボーカルで、いつにしてもに解散するバンド。100日後に解散する100日後に解散する。アズピーがピアノでしょ。ピアノそんなに弾けないよ。いやまあでも一応ね、配役を決めるとしたら、で、沼田さんギター。沼田さんでもドラムじゃないの。ドラムできるんですか。ドラムできるんですか。できる。でもやっぱドラム僕にやらせてもらわないと。ああ。ドラマーでしょ、どう見てもこれ、うん、そうだ、だってギターストップ無理無理無理よ。ドラム、沼田さんギターで、ガッキーさんベースやってもらって、あ、結構なんかいいコミックバンドじゃないですかこれ。バンド名なんだよ。アリさん好きな言葉とかある？100日後に解散するバンドです。いやでもいいっすけどね、それもかっこいい、うん、水島アリスウィズ。確かに水島アリスは解散しないですもんね。まあ、解散しても分かる人だから。確かに水島アリスウィズ100日後に解散するバンドですね。はい、確かに、はい、めちゃめちゃ面白いじゃん。いけるな、確かに。それ1回ぐらいライブやりたいね。いや、やれますよ、これは。見えたね。見えました、これは。もう、あのイベントのタイトル名を、うん、水島アリス、水100日後に解散するバンドにして、はい。だから100日目にバンあのライブやりましょうよ。解散ライブを。あー、なるほどね。100日目イベントだけずっとやってて。そう、100日目で。いやー、やっぱいい企画浮かびますね。うん、まあ、スナックアリスと。はい、持っていってますからね。この100日後の、今2つ。はい。これで100不思議な、不思議作るのやめようよ、不思議な。アイスにかけて。あーいいね。不思議。まあ、だから我々不思議部分ですよ。はい。だからそれぞれなんかコスプレしましょうよ。だからあの、ウサギとかさ、不思議な国のアリスの世界観あるじゃないですか。いいね、いいね。僕はティーポットやるんで。いいね、いいね。うん、ティーポットやって、トランプの兵士を沼津さんがやって、ガキさんウサギですよ。はいはい。で、あの、ハートの女王。あ、いいね。うん。あ、いけるじゃないですか。いいじゃん、それ。不思議な。不思議な。アリスの不思議なバンド、いけるじゃないですか。大友さんは何をやるの。あ、大友さん、いや、大友さんでもファンだから。大友さん、ランニング。大友さん、ランニングは。大友さんが走ってる間だけ僕ら歌える。フレンドバンド。12キロ。そう、12キロ。そうそうそう。あ、いいですね。これ、できたらもう。見えたね。見えましたね、これ1曲目なんですかね。はい、タイトル1曲目のタイトルね。あ、そっから曲作り始められるから、アリスの不思議なバンドの不思議な国のアリスって なんで穴に落ちるんですかね。え、なんで穴に落ちてるんですか。だからウサギを追いかけてったら穴に落ちますよね。不思議の国に行きます。ウサギのお兄ちゃんにしますか。いや、ちょっと違うらしい、違うらしい、違うらしいって。ウサギのお兄ちゃんめっちゃ変態じゃないですか。やばいね、変態性が出てるな、さっきからの。そうだね、やばい、かなりね。いやだからあのお兄ちゃんたちみんなあのウサギの耳つけてもらうっていうライブ。面白いね。お兄ちゃんたちがみんなウサギの耳つけて、よくないですか、なんかファンってわかるじゃないですか。対バンとかやっても、あ、これでもあのバンドのファンだよねってなるから。アミナストッキング履いてくるんでしょう。あはいい、あみですね。あ、ほらもうファン第1号がいる。すごいな、大友さんファン第1号ですね、これ。ちょっと1回アップにしてあげてもらってもいいですか、大友さんを。そうそう、こういう感じだから、ファンの皆さんがみんなね、そう、お兄ちゃんたちがみんなこうして、ほら、いいじゃないですか、ウサギのお兄ちゃん。変態、変態です。変態、変態ばかりが集うウサギのお兄ちゃんデビュー曲。あ、いいな、これですぐ分かるじゃん、一目で分かるじゃないですか。うちらのファンだと、はい、めっちゃ勉強してる。
いや、いいですね。いい、浮かびますね。できましたね、これ。まあ、あゆみお兄ちゃんの替え歌でいいですかね、じゃあ。まあ、あゆみお兄ちゃんの替え歌でいいです、これはもう、実際。はい、うさぎのお兄ちゃんで大丈夫ですか。はい、ベッドの下に人参隠してる。いいね、いい、いいですよ、いいです、出てきてるね、これ。私、こっそり見ちゃった。あ、おはよう、朝から元気ね、ぴょんぴょん。あ、いいよ、出てきてる、出てきてる、出てきてる。頑張れ。これ、いいじゃん、いいじゃん。こういうのとかありたいですね。あ、いいですね、いいですね、そういうダンスがあったりとか。ぴょんぴょんダンス。はい。だから、ファンの皆さんも、ぴょんぴょんっていう掛け声がね、入ったりとか。そうだね。うん。ぴょんぴょん。ぴょーんぴょ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 ん。あ、いいっすね、もう見えてるな。いいアリスの塞ぎすぎだから。できるな、これ膨らむね。このバンド売れるな、これ、うん、すごい。どうすね、これ完成した。これきっと、あの、5時前だから面白いんでしょ。それはそう。放課後バケーションで。はい、あ、いいな、一体感出るもんな。あ、じゃあ放課後バケーション歌っときますか、最後。放課後バケーションね。はい、はい、あ、まあ8分しかないから確かにね。あ、そうです。放課後バケーションいい曲っすよね。そう、あれ前も言ったと思うけど、僕好きなんですよね、あれ。夏に考えましたね。なんかしんみりきますもんね。そう、あ、ちょっと昭和テイストな。はいはいはい。いや、でもあの曲いいっすよね。好きな人多かったですね。だから、あのカバーっていうか、はい、もう一回今のメンバーでやった時ね、結構反響大きかったですよね。うん、多分だから2月の前かわいいって、うん、2月のライブの時に僕初めて聞いたんですけど、めちゃめちゃ良かったですね、裏で聞いてて。ありがとうございます、そんな風に聞いていただいて。あれは1回きりですかね。そうね。あ、でもね、あれ ?1 回だっけ。1回ですね。あ、まあ、でもあと1回、クランベリーの卒業ライブができたら瀬戸に行きたいなと思ってますけどね。じゃあ、あれじゃないですか、放課後バケーションで締めますか。放課後バケーション締めしますか。はい。何気にスマホいじってる君の指、飾り気ない文字だけのショートメール、ショートメール、スペシャルな招待状待った、ちゃ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 、なんだっけ、もっとみんなは進んでるけど、だけど放っといて興味がないわけじゃないのよ。そうなの、いいの、私だけが彼の大事なもの包み込めるの。おえおえお、あふれる感じです。誰もいない、教室放課後バケーションでしょ、熱々キラキラ、愛する二人、なんだっけ、二人の思いはハレーションか、じゃない、いけない、あ、そうだ、今年してみたい、ジェネレーション、ウキウキイライラ、せーのまま、弾けさせて消えたエンジャエルみたいに、見つめ合えば、助けも取られてもどこでもいいか分かんないけど、なんだっけ、常夏放課後バケーション、熱々キラキラ、その後は、愛する二人の思いは、あ、それ一番か、ハレーション、どうもう、なんでその後、まあ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 、あれセリフはまだ来てないですか。まだセリフ聞いてないですね。はい、はい、セリフだけ聞きたいんだよ、せめて。ハミングでいきます。ハミングでいってセリフだけ。じゃあ、君との放課後バケーション言うんで、セリフお願いします。君との放課後バケーション、
ねえ、私のことどう思ってるの？好き？嫌い？嫌い？好き？嫌い？好き？え？私？私？私は、大好き。最高。朝5時。あ、ちょうど5時じゃないですか。5時だ。いや、これ絵がアルティだったら耐えられないけど、全然アリコちゃんだったらもうちょっとぐらいこのグダグダ感もいいですよ。全然。よく付き合ってくれました。いや、本当にそう。1時間半もこんな配信に。あとね、やっぱね、歌を歌ったのは確かに水島アリスちゃん。唯一ですもんね。まあ、そうだから初めてですよ。確かに島のメンバーです。負けないでだけは歌ってもらいましたけど。負けないで。でもオリジナル曲オリジナル曲ちゃんと歌って、ね、そう。めちゃめちゃ曲数歌ってくれましたから。ありがとう、本当に素敵。ありがとう、はい。最後ちょっとお兄ちゃんたちにお休みだけお願いします。お兄ちゃんと大友にお願いします。はい。お兄ちゃん、みんなお休み。お父さん、負けないで。最高。いや最高でしたね。いやもうすげえ。アリちゃんありがとう。ありがとうございます。